アイテム番号 SCP-3008。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-3008 を内包する大型ショッピングセンターは財団によって買収され、サイト、に改装されています。サイト、へ到着、または通過するすべての公共道路には迂回措置が施されています。SCP-3008 の入り口は常時監視します。上級研究員の承認を得て行われる実験以外では、何者も SCP-3008 への入場を許可されません。SCP-3008 を退出した人間は交流し、聞き取り調査をしてから記憶処理を行います。SCP-3008 内への滞在期間に応じて、解放前にカバーストーリーの用意が必要となる場合もあります。SCP-3008 を退出したそれ以外の全ての実態は終了されます。説明 SCP-3008 は、かつて著名な家具量販店、IKEA が自社チェーン店舗として所有していた大規模小売店です。SCP-3008 に正面入り口から入場し、ドア起点からの視界を外れた人物は SCP-3008-1 へ転移します。この移動は通常、犠牲者の近く範囲内では何ら変化が発生していないため、意識されることはありません。犠牲者は一般的に、入り口へ戻ろうとした時点で初めて異常事態に気づくことになります。SCP-3008-1 は IKEA 系列のチェーン店の内装に似た空間であり、小売店舗の寸法に物理的に収まり得る範囲をはるかに超えて拡張しています。現在の測定では少なくとも10平方キロメートルの面積があると示されており、視認可能な外部境界線はどの方角にも検出されません。レーザー距離計を用いた際の決定的でない結果から、この空間は無限に広がっているという仮説が立てられています。SCP-3008-1 には、収容以前に内部に囚われた総数不明の民間人が居住しています。収集されたデータは、彼らが SCP-3008-1 内において初歩的な文明を築き、SCP-3008-2 に対する防衛を目的とした居留地と要塞の建設を行っていることを示唆しています。SCP-3008-2 は、SCP-3008-1 の内部に存在する人型実体群です。表面的には人間に似ている一方で、SCP-3008-2 個体の身体的な比率は極度に強調されて不自然であり、しばしば背が低すぎるか高すぎるものとして描写されます。SCP-3008-2 個体には顔の特徴がなく、すべての観測されたケースにおいて、IKEA 従業員の制服と一致する黄色のシャツと青のズボンを着用しています。SCP-3008-1 では、空間内に存在する頭上照明がオリジナルの小売店の開店、閉店時刻に合わせて点灯、消灯されることによって、基本的な昼夜サイクルが成立しています。夜間の SCP-3008-2 個体は、SCP-3008-1 内にいる他すべての生物に対して暴力的な行動を取り始めます。これらの暴力行為にあたり、SCP-3008-2 個体は英語で、典型的には、当店は現在閉店しております。建物から退出してください。という趣旨の様々なフレーズを発生する様子が観察されています。日中になると SCP-3008-2 個体は即座におとなしくなり、一見したところ無作為に SCP-3008-1 を徘徊し始めます。この状態の SCP-3008-2 個体は質問その他の言葉による呼びかけには応答しませんが、攻撃を受けると暴力的反応を返します。SCP-3008-1 には1箇所以上の出口が存在することが判明していますが、それらの出口は空間的に固定されていないらしく、一旦 SCP-3008-1 の中に入ると脱出は困難です。正面入り口以外のドアを抜けて建物に入る、もしくは小売店舗の壁を破壊して侵入するなどの行為は、オリジナル店舗の異常性を持たない内部へ繋がります。収容の開始以来、14名の人物が SCP-3008 を脱出しています。包括的な聞き込み調査の後、すべての人物は記憶処理を施されて解放されました。事案3008-12000年月日。2000年月日の0時37分、1名の人間男性が SCP-3008 を退出し、10秒後にそれを追って1体の SCP-3008-2 個体が出現しました。SCP-3008-2 は男性を捕らえて殺害した後、対応した武装職員によって収容されました。この事案は、SCP-3008-2 個体が SCP-3008 から退出するのが確認された唯一の事例です。
当該個体の死骸には完全な冒険が行われました。詳細は3008に冒険ログを参照してください。殺害された男性は、彼が SCP-3081 で過ごした時期を記録したと思われるイケアブランドの日記帳を所持していました。内容は以下で逐語的に転写されています。突然の狂気の世界への転落、としか考えようのない物事を記録するためにこれを書いている。僕はここまでひどい方向感覚の持ち主じゃありえない。でもこれを書いている時点で僕はもう2日間イケアに閉じ込められている。僕はここに入ってからずっと、誰一人として他の人と会っていない。最初はドッキリ番組かなと思った。店を迷路に変えて、他の人たちを全員外に出して、僕がどれだけ長く迷っているかを観察してから、みんな揃って大笑いしようってわけだ。そうじゃないということには、来た道を引き返そうとした時点で気づいた。何もかもが変化していて、僕は迷子だ。出口の代わりに、そこにはただ本棚の列が並んでいるばかりだった。そんなわけで、イケアに囚われの身となってしまった。たちの悪いジョークの設定みたい。照明は午後10時に消えた。危うく心臓発作を起こすところだった。何せいきなり電気のバツンという音がして真っ暗闇なんだから。それでもここにはベッドがいっぱいあるし、携帯電話を松明代わりに使って探り当てられたから、でも由々しいことに圏外だ。ベッドを一つ見つけて眠りについた。次の日はほとんどの時間を出口探しに使ったけれど、成果なし。でもミートボールを置いてるレストランが見つかったから、少なくとも飢え死にすることはなさそうだ。多分これがジョークのオチだね。とにかく肉はまだ温かくて新鮮だけど、それを調理していそうな人たちは見当たらなかった。また照明が落ちる前にベッド置き場まで帰った。明かりが消えてから改めて探しに行くには暗すぎる。今は午前9時10分、照明は少し前に着いた。僕が入ってきたエリアはすっかり探し終えたと確信しているけど、出口は明らかにここにはない。方角を見定めてうまくいくよう願うしかない。僕のマジカルイケアミステリーアドベンチャー3日目。昨日までこの場所を明らかにおかしいと思っていなかったとしても、今ははっきりそう思っている。多かれ少なかれ直線で3時間歩いて、ここにイケアジョークを挿入、やがてイケアおなじみのでかい在庫品の棚にはしごが立てかけてあるのを見つけた。あたりを見渡すために登ったけれど、どうもこの場所は永遠に続いているように見える。まるでライオンキングの一場面みたいに、草木の代わりに棚とかテーブルみたいなものしかないこと以外はね。でも、それほど遠くない場所に人が動いているのを見つけたから、そこへ直行した。最初はスタッフだと思った、制服を着ていたから。そして、操作、多分そうだったんだろう。あの身長7フィートもある腕長で短足で顔なしのモンスターはただのスーパーイケアか何かで働いてるやつに決まってる。でもあの怪物は完全に僕を無視していたし、目も耳もなかったから、そもそも僕がいたことに気づいたかどうかもわからない。押すかなんかして注意を引こうとも考えたけれど、あいつの手はスイカを握りつぶせるぐらいでかかったのでやめにした。あれはただ歩き続けて、僕は結局あいつを見失ってしまったので、もともと進む予定だった道を行くことに決めた。そうそう、今夜は寝心地の良いベッドはなし。どうやら、当店の信じられないほど硬くてとんがったテーブル、コーナーに入ったらしい。寝る前にテーブルクロスをいくつか束ねなきゃいけないかもしれない。携帯のバッテリーも日中に死んでしまった。どの道役に立たなかったとはいえ、生命線を絶たれてしまったような気分になる。廊下のドアを開けて中に入ったら別のドアから同じ廊下に出ただけでした。みたいな漫画を見たことはあるだろうか？それが今の僕の気分だ。ここ2日間、全く同じ本棚しか目にしていない。本棚の列の列のそのまた列ばかり。いやもう、勘弁してほしい。僕だって人並み日本は好きだけど、これは極端すぎる。もちろんまだ前進し続けているけどね。通り過ぎる時に、塔の上に看板がぶら下がっているのが見える。残念だけどどの看板にも、出口、とは書いてない。自分が誰に質問を投げかけているのかよくわからない。ここから出た時に書くつもりの自伝の練習ということにしておこう。タイトルは、僕の完全に普通の、ありきたりな古いイケアへの旅、だ。もしここから出ら、ついに他の人間を見つけた、操作、ここに閉じ込められたかわいそうな奴は僕一人だけじゃなかったんだ。僕にとってはありがたいことだと思う。6日目の夜に、あのスタッフもどきが2匹、暗闇の中で近寄ってきた。
最初に見かけたやつではなかったけれど、めちゃくちゃな見た目に変わりはない。近づいてきながら、もう閉店しているから僕は建物を出なくちゃいけないんだと、親切かつ丁寧に言っているのが聞こえた。口がないのに物を言っていたことと、呼びかけながら明らかにこちらを殺そうとしていたことと、どっちをより不気味だと感じたかよくわからない。とにかく、あいつらは狂犬みたいな勢いでやってきた。だから逃げた。頭のイカれた奴みたいに、暗闇に包まれたイケアの中を疾走した。そして例のでかい在庫棚のスタンドを払いのけたとき、僕は松明と投稿照明に照らし出されたそれを見た。彼らはここに街を丸ごと一つ作っていた。棚やベッドやテーブルや、その他もろもろでできた巨大な壁が築かれていた。神に誓ってよう、あれは今まで見た中で最も美しいものだった。とにかく彼らは僕がやってくるのが見えたらしく、もしくは僕の女の子っぽい男らしい恐怖の雄たけびが聞こえたか、ゲートが開いて、二人の人間が手招きしていた。スタッフもどきが僕の後ろで閉まったゲートを叩きながら、まだ礼儀正しく、当店はすでに閉店しております、と皆に通告するのが聞こえた。最終的にはどこかへ行ってくれたけれども。彼らはこの街を、交換、エクスチェンジ、と呼ぶ、真上の天井からぶら下がった看板にそう書いてあるからだ。交換、返品、エクスチェンジ&レターンス。見つけた照明を送電線に繋いでいるから、全体が夜を徹して明るく照らされている。ベッドも食事もあるし、人がいる。レギュラーサイズの手足に顔の特徴もしっかり備えた、50人以上の素敵な人たち。今夜は僕の7日目、暗闇で過ごさない初めての夜だ。イケアで過ごす一週間。どこかにそんな名前のテレビ番組があってもおかしくない。こうして他の人間たちに囲まれているからか、ますます普通に感じ始めている。多分、普通というのは正しくないかもしれない。でも自分の足音だけを相手に一週間も過ごしたあの頃、実は自分は発狂しているんじゃないかとますます思い詰めていた。実は今の自分は、壁にクッションを張ったどこかの部屋に拘束されて、壁に頭を叩きつけているんじゃないかって。のう、今の僕は完璧に正気だよ、どういたしまして。どうやらここには他にも街があるらしい。一部にはもっと多くの人が住んでいるし、小規模なところもある。これにはかなり度肝を抜かれた。どうしてそんなにたくさんの人が気づかれもせず姿を消すことができるんだろう。イケアに行った奴が一人残らず消失してることに誰かが気づきそうなもんじゃないか。もしかしたら一人残らずではないのかもしれない。僕らがただ貧乏くじを引いてしまっただけなのかも。ここの人たちは例の従業員モンスターをただ、スタッフ、とだけ呼んでいる。どうやら奴らは明るい間はおとなしくて、通路を歩き回ることだけ考えているようだ。そして照明が消えるやいなや、大暴れを始める。だから皆は日中に食料、水、その他の必要なものを探しに外出する。この辺りのレストランや店舗には不定期に在庫が補充されるらしい。仕組みは誰も知らない。多分スタッフがやっているんだろう。奴らはどうも仕事のできるタイプじゃないらしくて、補充には時々少し間が空く。つまり、食料は配給制にしなきゃいけない。暗い中で人を追い回すのに忙しくしてなきゃ、もう少しサービスにも気が利くんじゃないだろうか。とにかく、夜が来るとスタッフが騒ぎ始めるから、皆は壁の中に籠城する。ここではどの街もそんな感じのようだ。この場所が一体なんだとしても。ウル、イケア、その他のあらゆるイケアが生まれいで資源所の場。もしくは、僕らはまだ普通のイケアの中にいて、精神を鈍らせる退屈がもたらした熱に浮かされているんだろうか。そんなのは誰にもわかりっこない。ここに入って10日目。話を聞いた人のほとんどはだいぶ前に道を探すことをやめてしまったというし、ある男、クリスという名前だけれど、彼はここにもう何年も住んでいるという。何年も。判読不能の走り書き。外へ出られた人々の噂もあるようだ。そして出口を目撃したけれど、目の前で消えてしまったという人々の噂も、皆が皆信じているわけではなさそうだけれど、僕は信じる。それなら僕たちがここに閉じ込められた理由にも、ある意味、説明がつく。それに、ほら、スタッフの化け物に、高品質のスウェーデン家具の無限に続く列。どうして彼らが姿をくらますドアの話だけを信じがたいと思っているのかよくわからない。ともあれ、今日はサンドラとジェリーと一緒に、近所の店まで食品あさりに行った。ここではランドマークを学べば道を見つけるのはそう難しくない。
頭上の看板も大いに役立つけれど、他にもある。それほど離れていないところに、お互いの上に倒れかかってる巨大在庫棚のだだっ広いコーナーがあって、そこから東に目を向けると、僕らが東だと思っているだけだ、イケアではコンパスを売ってないらしい。木材でできているらしき塔のような何かが天井まで延々と伸びている。多分、屋根をぶち抜こうとしている人たちがいるんだろう。夜には塔に明かりがつくから人が住んでいるに違いないけれど、歩きで数日はかかるようなので、つまり何マイルも歩かなきゃいけない。交換の町の人たちは誰も詳しいことを知らない。スタッフから奴が気にされることなく一週間も無防備に野宿していた僕は凄まじく運が良かったようだ。それでこそ僕。ラッキー、ラッキー、ラッキー。店で食料を調達。スタッフが夜中に補充してくれたようだ。ここが奴らの良いところ。壁に電話があったので試しにかけてみた。電話線の向こうに出た声はあったけれど、話していることがさっぱりわからない。でたらめな言葉がごっちゃになって、意味らしいものは全くなかった。失語症の人が出ている動画を見たことはあるだろうか？あれと同じように聞こえた。それにこっちから話しかけても答えてくれない。サンドラが言うには、ここの電話は皆同じだそうだ。おっと、また日記に質問文を書き込んじゃったよ。昨日の夜は考え事をしていた。この場所の天井はとても高い、それこそどこまでも永遠に続いていると言えるぐらいの高さだ。ここには何かしら天気があって叱るべきじゃないのか。NASAのある建物はすごく大きいから、雲とかそういう天候パターンが屋内でも発生してるとかいう話を読んだことがある。ここはそれよりはるかに大規模だけれど、考えてみると、ここで気温の大きな変化を感じたことは一度もなかったはずだ。奇妙なデタラメのグランドリストに付け加えておこう。スタッフが昨夜交換を攻撃した。20か30体はいたはずだ。その全員が店舗を静かに退出してくださいと僕らに頼みながら、素手で壁を叩き壊そうとしていた。どうもこれはかなり定期的に起こるらしく、誰もがそれに備えている。レストランのナイフ、芝刈り機の刃を改造したナタ、消防の、ワシムという名前の男は、機能性のあるクロスボウを自作しているぐらいだ。それに壁には穴が開いているので、今まで気づかなかったよ。スタッフが襲ってきたらそこから突き刺してやることもできる。僕自身もそれなりに仕留めた。奴らは奇妙に餅を流さないようだけれど、一旦身体に穴を開けてしまえば普通の人間と同じぐらい簡単に倒せる。朝には死骸を捨てなければならなかった。死んだ奴らは夜になると他のスタッフを引きつけてしまうらしいので、交換から遠ざけないといけない。大きな箱を動かすのに使うカートがいくつかあるので、積み込んで配送、ピックアップ、まで運んだ。人々はここでは皆、頭上の看板にちなんで名前を付けるようだ。配送は陰惨な場所だった。数百、ひょっとすると数千もの死んだスタッフが積み上げられている。ありがたいことに匂いはしなかった。明らかに、血を流さないだけでなく、こいつらは腐ることもないみたいだ。荷下ろし中に好奇心が首をもたげてきたので、切り傷の多い奴を一目調べてみた。皮膚、もしくは皮膚のように見える何か、それだけしかない。筋肉なし、骨なし、臓器なし。こいつらはそもそも本当に生きているんだろうか？動き回って壁を殴りつけている時のスタッフには間違いなく骨があるはずだ。それに、夜中の戦いでナイフが食い込んだ時にただの皮膚以上の抵抗を感じたのも確かだ。死ぬ時に何かが起こるのかもしれない。ここで発生する奇妙奇烈の永遠増殖リストにまた一つお仲間が加わったってわけかな。また夜にスタッフの攻撃があって、その後で気づいたことがある。僕がテレビや映画でこういうシチュエーションを見るとき、例えば世界の終わりとか、孤島か何かから出られなくなったりとか、一旦僕らのようなグループが形成されると。その人たちはいつだってお互いに敵対してしまう。食料とか支配権を争う。それがここでは起きていない。確かに折々、他の町の人が来て、ただ泊まって行ったりとか、何かが不足しているようなら時々取引もする。でも全ては常に誠心誠意行われている。フレンドリーですらある。多分スタッフの脅威が理由なのか、あるいは物資が変わることなく店に再補充されるから争うような物事が大してないのかもしれない。もしかしたら、人間は一般的に信用されているよりも良心的なのかもしれない。素晴らしい考えだ。これで行ってみよう。今日の午後、カート置き場、トロライス、という町から12人の人たちがゲートまでやってきた。どうやら夜中にスタッフが壁を突き破って街中を荒らしたらしい。
彼ら12人が100人以上の住民の中で唯一の生き残りだ。もちろん、中に招き入れた。人間の品性に関する欄にもう1ポイント。後で、この場所にこういう街はいくつあるのか皆に尋ねてみた。僕らと新しい仲間で、20以上の名前が出てきた。人間でいっぱいの街が20箇所もあって、そこから先にどの程度街があるかは誰も知らない。この場所のモットーには、どうしてそんなのがあり得るの、がもってこいだ。間違いなくどこかの誰かが、ここにいるであろう何千人もの人たちを探し回っているに違いない。僕がここにやってきてから2ヶ月ちょっと。結論から言うと、大して変化はない。新しい人たちが何人か姿を現し、僕らと同じような物語を語る。ちょっとイケアに楽しいお買い物のつもりが突然、顔なしの化け物たちがうろつくビルYシリーズの書棚でできたたちに閉じ込められてしまうわけだ。スタッフは週に1回か2回、交換を攻撃する。僕らは奴らを殺して死体を捨てるけれど、時には奴らの方が先手を打って僕らを何人か傷つける。数週間前、奴らはジャレットという名前の男を殺した。率直に言って、ひどいありさまだった。スタッフとは違って、普通の人間はここでも血を流すらしい。全力を尽くしたけれど、僕らの中に医者はいない。ジャレットは良い奴だった。もっと良い扱いを受けるのがふさわしい奴だった。僕らは皆そうだ。その数日後に気づいたけれど、僕らは誰一人として本気で脱出方法を探していない。僕には、何から手をつければいいかすらわからない。カメラ付きのクワッドコプターが今日、交換を通り過ぎていった。誰かがとうとう僕らを探しに来た、救助が進行中なんだと思った。でもどうやら、これは初めて起きたことではないらしい。同じことが数ヶ月前にもあったけれど、未だに皆はここにいる。あれに僕らが見えたかはわからないし、仮に見えていたとしても止まってはくれなかった。ただ、僕らから見えなくなるまで飛び続けていた。中期日記帳の回収日時をもとに、この記述は、財団が言った SCP-3008-1 内部におけるドローンのテスト飛行が初めて成功した時期とほぼ並行しています。映像を分析したところ、交換、返品、という看板の下に、壁で囲まれた居留地が映っているのが確認されました。当該居留地の再発見には成功していません。過去に目撃されたというドローンの起源は不明です。今日の夕食中、僕は家に取り残してきたものについて皆と話し始めた。多分これまでで最高のアイデアとはいかなかった。あの後から皆かなり気持ちが沈んだ様子だ。ここの住民たちの多くには家族がいる。夫や妻、子供たち、犬。フランクリンはラマをペットに飼っているらしいけれど、これは真面目に受け取っていいかわからない。でもどうやら、ここの人たちの何人かには知識にかなり妙なギャップがある。彼らのうち3人は国際宇宙ステーションのことを聞いたことがなかったし、2人は、が首相だった時期があると考えていて、1人は明らかに自由の女神像のことを知らない。僕は彼らの言うことを信じる。彼らも他の皆と同じぐらい混乱している様子だった。これについて考えるにつけ、いくつかのことに説明がついてくる。もし誰も失踪者を探さない理由が、僕らが全員同じ場所から来ているわけではないからだとしたらどうだろう。奇妙に聞こえるかもしれないが、多分それこそこの場所のモットーであるべきだ。ここの全員が違う次元から来ているとしたら、違う現実、まあ呼び名は何でもいい。僕は手がかりをつかむのに十分なぐらいテレビ番組を見てきた。サラは自由の女神像がない世界から来ている。ワシムが来た世界では宇宙ステーションの打ち上げは起こらなかった。一見全く同じようでも、実は異なる世界から全員が来ているとしたら、大規模な行方不明者パニックはきっと発生しない。大捜索も行われない。僕らはただのサマツジ、ノンストップで流れるニュース世界ではたった一人だけの失踪者だ。うん。楽しい考え事だったよ。昨日は僕がここに到着して6ヶ月の記念日だったということに今気づいた。イケアってパーティーハットを売ってるのかな。ここの日、は多かれ少なかれ同じままだ。数週間おきぐらいに新しい仲間が現れる。食料品は増えたり減ったりするけれど、実際に深刻な不足に見舞われたことは一度もない。時々近場の街、普通はお会計、チェックアウッズ、か通路630、アイル630、から訪ねてくる人もいる。折に触れてお互いに顔を出し、何か特に足りないものがあったりすれば物資の取引をするんだ。ある意味では慰めだ。
僕らがここで孤独ではないことを思い出させてくれる、文明の小さなきらめき。たまに彼らは医薬品を持ってきてくれる。お会計から町をいくつか下った場所に薬局があって、再補充もたびたびされているので、できるだけ分け合うようにしているそうだ。イケアに薬局があるなんて聞いたことがなかったけれど、今となってはイケア臓器栽培ラボに出くわしても驚かないだろう。スタッフの由来が説明できるようになる。その顔のない看守たちといえば、攻撃が最近激しくなっている。今では週に3、4回、以前の倍ぐらいのスタッフが来るようになった。どこから来るのか、なぜ攻撃が頻繁になったのかは見当もつかない。数週間前、僕とサラで、奴らのうち一匹を昼間に尾行してみた。スタッフルームみたいな場所に戻るかどうかを確認したかったんだ。でもそいつはどこへ行くでもなく、通路を漫然と歩き回っているだけだった。何かを見つける前に、僕らは帰らなくちゃならなかった。僕らは壁を補強しているし、武装をもっと強化しようと考えている。何と言っても使用する材料にはこと書かない。ワシムはクロスボウをもっと製作しているけれど、かなり時間がかかりそうだ。イケアが銃を扱ってないのは残念。周期この記述で示されている時期に、サイト、で新たな職員が SCP-3008 に入場したことはありません。攻撃がかなり悪化している。ほとんど毎晩、それにスタッフが大勢押しかけてくるから、死体は他の奴らが壁を登る手がかりにできるぐらい高く積み上がってしまう。僕らは深刻なトラブルに陥ってしまったようだ。交換か。交換はもうおしまいだと思う。昨夜かなり手ひどい被害を受けた。死傷者はそれほどいないけれど、壁が壊れてしまった。攻撃がエスカレートしていた理由をついに突き止めた。物資の箱の一つに、スタッフの肉片が紛れ込んでいたんだ。なぜこんなことが起きたかわからないけれど、どうやら肉片一つでも死体が丸ごとあるのと同じぐらいスタッフを引き寄せてしまうらしい。いずれにせよもう手遅れだ。死体が多すぎて、夜になる前に全部捨ててから壁を直すことなんてできやしない。キャンディスが集会を呼びかけている。多分交換を放棄して、お会計かどこかへ避難しようという話し合いだろう。けれど、もう時間帯も遅い。避難が間に合うとは思えない。多分、何人かは生き残るだろう。結局のところ、僕は最初の一週間を暗闇で問題なく過ごしていた。それでも、僕の幸運はいつまで続くだろうか。僕が今これを書いている理由は、もうこれで終わりだと感じているから、それだけだと思う。僕のため、そしてこれを見つける誰かのために、もしもこれが最後の書き込みなら、読んでいる誰かがこの世界の外側にいることを願っている。僕の一番の恐れは、もし今夜死んだとして、朝にもう一度ここで目を覚ますことだ。中期これが最後の記述内容です。男性は、お会計、の居留地を探す途中、SCP-3008、に個体による追跡を受けて仲間からはぐれ、偶然で愚痴を発見したと仮定されています。